ってるな、この野郎。どうも、東京挫折組です。お願いします。今日の企画はどこまでいけるか、さあ、選手権。今日はね、ちょっとクリスマスの企画を、あのクリスマスのプレゼントって何に入ってるイメージあります？そうですね、靴下ですね。そこで今日は俺らのボケしろ潰す。靴下に入るプレゼントの大きさの限界ってどれぐらいなんだろうってちょっと僕思って、靴下これ用意しちゃいました。これなんかぽいでしょ。でもこれでかくない？おじさんにプレゼント。いや違う。僕ね、プレゼントちょっとたくさん用意しましたから、入る限界はどれなのかをね、ちょっと調べてみたいと思います。それじゃあね、しのごの言わずに早速やってみよう。一つ目に用意したプレゼントがじゃじゃーん、あ、チョコレート。そう、チョコレート。うわー、好き。小さいお子さんには、まあ、嬉しいだろうね。嬉しいだろうね。これやっぱ袋ごと最初は。あ、袋ごといいの？そう。で、いきますよ。これやっぱね、入り口が広い方がいいから、まず1個目、じゃあチョコレートいきます。はいはい。何で、何がやりてんだよ。これでも、もう担いでる時だよ。入るもんだね、意外と。そう、入り口は狭いんですけどね。一発目のね、チョコレートはとりあえずこれ大成功ということで。成功。2個目のプレゼントは、じゃじゃーん、漫画です。ゴルゴ13。はい、ゴルゴ13。絶対おじさんに送るんだよ。子供いらんでしょ、これ。いや、いるいる。これはね、先ほどのチョコレートよりもちょっと小さい感じがするんですけども、それじゃあね、これを届けるために入れたいと思いますよ。本当はプレゼントって乱雑にやっていいの？はい、どうでしょう。いや、ちょっとね、このフォルムが漏れてる。どうでしょう。でもほら、入った入った、これほら。これ靴下に入れる意味あるの？後よけのなんかだよ。ちょっと不安でしたけど ね。それではね、2個目の漫画も大成功ということで、3つ目のプレゼントはね、こちらになります。じゃじゃーん、機関車トーマスベーシックセット。これ嬉しいね。いや、これはマジで嬉しいと思う。嬉しいけどさ、入らないでしょ、こんな。長さ的には足りてるから。やっぱさ、これさ、子供の時ほら箱で来るからテンション上がるんじゃん。2200円か。ビッグカメラで2200円なことは言わないでください。思ってるより安いな。安いな。やめてください。大人になっちゃった感じが。いや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 、本気出した方がいいんじゃない。俺いや、これはマジで本気出した。ちょっと中までね。おお、セブがちょっと本気出してるから、ちょっとじゃあ託すわ。俺はセブさん。変わんねえ。行くぞ。まずね、入り口が入れば。よし、なるほど。なるほど。そっち持って、そっち。はい。こっち。ちょっと待ってね。これを届けたいんだ、俺は。ちょっと待て。何してる。待てよ。ちょっと、何としても入れよ。俺と瀬戸のメガトンパワーで。イガラシ入れてくれ。すいません。いけ、イガラシ。痛い。いいな、この野郎。これじゃねえよ。これはちょっと厳しいか。プラレールはね、ちょっとこれ失敗ということでね、これはね、頼まない方がいいですね。続いてのね、プレゼントはワニワニパニック。さっきのプラレールはちょっとあまりにも現実味がなかった。ワニワニパニックぐらいだったら、これね、靴下の中にもちゃんと入っていいんじゃなかろうか。ここまでがゴルゴだよね。ここまでゴルゴで、ここが入ればいいよ。それじゃあいきます。頼むぞ。やつが入れんのうまいんだよ、多分。おお、これいってない。おお、いけるいける。汚いな。もうちょっとだ。瀬戸、もうちょっとだ。おもいってよ。何してんだ。
けてんじゃない、これ。いけた、いけた。これいけてるよ。ということで、ワニワニパニックは大成功ということで、それではね、いよいよ最後のプレゼントとなります。ドン、ゲームソフト。今回ね、プロ野球スピリッツ4で2007、なんかなんでおじさんじゃねえか。100円ながら、じゃあやめてください。値段はどうでもいいじゃないですか、結局これもうね、ワニワニパニックを入れた俺らにとってはこれちょっとね、もう楽勝だ。これはもう余裕よ、俺らは。ああ、余裕余裕。もう奥まで入るね。はい、完璧。はい、できた。はい、実はもう一本これ利用してるんです。なんでプロ野球スピリッツ5買ってきたの。明らかまとめ買いしたな。それではいきます。はい、ね、はい、やっぱきついね、ちょっとね、やっぱ先ほどよりはきついですけども、おお、2本余裕だから。今回ゲーム3本目もね、これございます。ウィーレじゃん。これウィーレですね。いけ。はい、ちょっときついか。ちょっときついか。いける。うん、いいんじゃないかな、これで。おお、今日は3本ということは4本目もこれございますよ、これ。FIFA。これやっぱゲームソフトだったら何本でもちょっと入る気がしてきたから。次、FIFA。おお。あ、ちょっとね、しなってますけども、だいぶ。おお。おお。いた。いた。おお。ゲームってわかんないね、これ。いや、もうそう、もはやね。ジーニアス、栄養味だよ。ということでね、ラストも。ラスト。ラスト5本目 FIFA 2008。 これ FIFA 2008です、これ。ラスト5本目いきますよ。おっと、結構きつい。頑張れ。おおっと、入った入った入りましたね。5つものを用意したんですけども、4つ成功と。すごい。これすごくないですか。こんだけ成功したらさ、ちょっと嬉しくない、これね。いや、嬉しい嬉しい。結構傷だらけになっちゃいましたけどね、みんな。傷だらけだな、みんな傷だらけになっちゃいましたけど、ね、いや、よかったよ。季節感がないんだよね。暑い時期から準備してるよっていうメッセージやかな、これ。あ、うん、そう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 、そうサンタさん、そうですよね。これ4サンタさんなんて。ね、今回の検証結果いきたいと思います。サンタさんにプレゼントを頼むときはゲーム5本が最高。東京挫折組です。お願いします。